はい、おはようございます、でーす。さあ、今日も元気にコアラアキラが朝のスクープ企画やっていきましょう。はい、まずは先から皆さんからいただいたコメントを紹介していきます。まずは一つ目のコメントです。かつて闇に消えたチェルシーを救う企画ですが、今こそ本当に救うべきだと思いますということです。いや、チェルシーもね、怪我人が多くて非常に厳しい状況ですね。ただ昨日試合見てたんですけれど、ムドリク選手の加入非常に素晴らしいと思います。今後の活躍楽しみにします。チェルシーさん頑張ってください。続いて二つ目のコメントです。試合が始まる前に2度もホタルが流れるの史上初レベルで、そうということです。ちょっとまた交渉でやらかしてしまいました。僕はこういう人間です。そして最後に三つ目のコメントです。勝つのが珍しすぎて、隠し相手にギリギリ勝ったのに優勝したみたいな喜び方してるそうということです。いや、まあ勝ったの嬉しいですし、教え子のね、メンターの活躍に、思わず歓喜してしまいました。皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、さあ今回なんですけれども、ちょっとまずはジルーに関してです。ちょっと日程を進めてみたんですけれども、メンバー登録はまだされていない状況でした。でこちらにもあるようにですね、事前契約に至りました、移籍市を開き次第からチーム加わりますということで、まだ予算のところも減っていなかったんで、おそらくジルー選手は契約期間満了後、夏に移籍なしでの加入となりそうです。はい、ちょっとすみません、即戦力を見つけることはできませんでした。ビーズは、はい、やべえ、リーチまで言え。ということでちょっと改めて、フォワードを探していきたいと思います。はい、ちょっと過去のデータでは本当に大変失礼な故障申し訳ありませんでした。大丈夫です。もう一度この前選手にアタックしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、この前選手の交渉です。今度こそ失礼のないように本当に慎重に交渉いきたいところです。いや、もうこれ以上下がることはない。そうね、上がるだけあと信用は、うん、うん、まあただね、これ1900万ユーロの獲得でというのは到底難しいと思うんで、選手のトレードプラス移籍金でやっていきたいなと思っています。ちょっと一旦これで提示してみようか。サンビロコンガプラス1300万ユーロ。合計で2800万ユーロ。ちょっとこれぐらいでどうかというところで、ちょっとオーバー提示してみます。はい。はい。さあどうでしょうか。トレードと1300万。いや、スミスローか。さすがにスミスローはまずいな。ちょっと。ちょっとそれはもうグーナーに入れ卒される可能性もあるんで、そこまで行っちゃうと。いや、もう何そういうことする、うん、そのアーセナルファンだったらもう、はいはいはい、見てないです。こんな20何戦勝ててないと。わかりました。うん、プレちゃんさん、ええ、助けてコラボレーションお願いします。ああいう人一番嫌われるんだよね。うん、そうそうそう、うん、だそういうプロ試合決定でお願いしよろしく試合お願いします。いや、そんな使ってるイメージないけど。いや、使ってはいないんだけど、そのアースナルから見たスミスロー、だからそれ嫌われるのがビビッ分かった分かった。オッケー、今年も何も変わってます。オッケー、来いよ。じゃあやろうぜ試合。何を言ってんの。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。別に嫌われるそこまでやれとは言ってねえんだ。オッケー、間違えました。うん。そこ分かったします。ええ。ちょっとビエイラプラス1400万ユーロというのを提出しています。これだとどうだろう。まあ、これもスミスローしかないのか。はい、なんだもうスミスロー、すいません。スミスロープラス300万ユーロでどうでしょうか。間違えた、バイクジボーナーつけちゃった。やばい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 、いけんの、いけんこの条件ならば、いろんな人同意しましょう。何からご連絡ください。ごめん、許せんだ、ごめん、マジ許して。その分必ず勝利と結果投票ですね。まずマジでごめんなさい。まずグーナーの皆さん本当に申し訳ないです。ということで、コロムアニとの直接交渉していきましょう。自分のやりたいようにやらせてください。まあ言われてたけどね。うんうんうん、何が。俺に言われて結局やったけど。分かった分かった、火つけました。いやけど、またつけないと。これはだれいられん。いらねえ、この火すぐ消えるから。消えない消えない。カズさんも言ってたけど、カズ、いや、かしげえ日だろ、それは全然。もちろんね、主力選手としてコロブレは考えています。うん、ジェズス、コアハラ、この二人とツートップ争ってほしい。うん、とても喜んでくれています。やべ、給与がちょっとわかんねえな、調べよう。いやいやいや、ちょっともうやめて。うん、3億ぐらいかな。え、何笑ってんの。いや、笑って、かん、でも、かなとかいらないですよ、自信のない男は。3億、1ユーロいくら。
まず70万ぐらいか。いや、そんいやとか予算がそもそもねえよ。そのあれ、うん、いやこれでも低いぐらいだと思う。ちょっとただあれ、週刊誌まだ出せんの。一旦ちょっと50週休50万以内提示してみます。いや皆さん、これです。もうやめてー、この動画。もう、もう絶対出せない、これじゃ。いや、だと思ってんだったら勉強して。なんで自由よ、編集来てんで。入ってこいよ、早く。もうバグってよ。何これ、マジで。何これ。いや、意味が分かんねえ、言葉起こってんだけど、普通に。なになにこれ、本当に。当然クラブ最高額じゃない。うん、こんなの。いやいやみんな数学やろ。なにその啓発は、お前。中学高校の皆さん、なに数学やってたらこんなことになりません。分かった分かった。ちょっとこの前にはもうそれ相の活躍見せてもらうしかありません。いや、それ相ってもう、はい、とんでもないことになる。はい、そんな人なかなかいないですけど、年俸とかも30億ぐらいって。そんなあなたができるわけないよ、そんな活躍を。え、なんたる発言なの、お前。それ今だって他の選手が、ね、そうね。うわ、もう完全に計算ミスしました。でも計算ミスとかの段階じゃないよ。うん。何が。いや、もう全て、うん、常識とかそういうレベルの問題。なるほどなるほど、はい、うん。常識は間違ってんだから、それはミスを受ける。その中で何しても、うん、オッケー。それぐらいにしとけ。ちょっと佐賀選手とスタメン争ってほしいという意味を込めて、ペペ選手を呼び戻したいと思います。いや、結構金かかんだ。いや、この前の1週間より安いんだよ。はい、お前のやってることは分かった。え、何？え、なんでお前矢沢永吉みたいな言い方してる。何？いや、サラリーマンが一生勝って稼ぐ金、俺の1秒みたいな。この前に選手開始80万でいきます。それでは本日の試合、チェルシー戦進んでいきましょう。試合は記者会見です。この前フランクフルトからの移籍は、今年移籍の中で最も若く取り決めます。チェルシーとの試合、彼80になるでしょう。もうそうです。彼には自信を持ってプレーしてもらいたいと思います。いい人材であることを証明してくれるでしょう。彼もそのプレーをそうしてくれるでしょう。それではチェルシー戦いってみましょう。はい、さあ、それではチェルシーとの非常に大事な一戦、メンバー見ていきましょう。今回こちらのメンバーになりました。新加入のコロバーリ、コアラとツートップを組みます。本当飛行機以来の共演になります。最高のプレーを見せてください。やりましょう。そして新加入はレンタルから持ってきたペペも入ってきています。絶対勝ちましょう。サイポチェルシーの方は前も倒したはずなんで、はい、もう前のと同じようにやるだけです。 OK で、チアゴシューバーがいます、今回は。はい、で、控えこんな感じです。はい、それではちょっと行ってみましょう。はい。おー、いい映像だね。さあ、行こう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 。チェルシーがアーセナルと対戦します。この映像浮かんでます。俺はにはもう忘れてます、この映像は。忘れてます。さあ、あ、ドログバイを映っています。サッカーファンの皆さん、お待たせ。何パフォーマンス。ドログバイ、はい、シャキスこちらですね。さあ、コロナにデビュー戦になります。さあ、やってやろう、コロナに。行くぜ行くぜ。ジョルジーニョとカンテが中盤の真ん中、攻撃の布陣はツートップ。オッケー。かなり舐めてんでね。分かった。あれはオッケー。数量100点だったのに。数量ってお前。ええ、芝の呼び方は。さすが先生、オフサイド。オッケー。本当にごめんなさい。はい、春日先生、すいません、坂爪先生。ズメさん、ごめんなさい。じゃあ行こう。広沢先生、ごめんなさい。いや、図形はそれ別だろ。
図形はめっちゃ、いやだ、図形と移籍金かん一緒にすんだ。いや違う、もう、そういう頭、数学的な頭使うものは全て、代打の代打の、いやいや、広沢さん危ないよ。新加入の選手を起用するようですね。やっぱ起用してる。そうですね。デビュー戦です。おっと出たね。まあまあまあ。ジョルジーニョ。集中して。オッケー。いやーマジか。いやー、いや、押せない、押せない、押せない、そっちないよ。カバンコラー。オッケー、オッケー、オッケー。キャッチされました。少しキーパーに近かったようです。いいナイスくんさんYouTuber の方は YouTuber? いや、くんさんっているでしょ。 いるけどそっちなのかよ。コアラ狙ってたんだけど、くそ。いや、もう何も加減できないからだった。いやなるほど。そろそろ行こうか。ええー、レッツは。ナイスパスカット。行け。オッケーオッケーオッケー。はい、いけー。え、コロコロ行こうよ。ゴールで。え、大チャンスやー。なんでそんなひよったプレーになるの。出れー。ここ、あー、チェルシーが入ってきました。いい形です。え、かかうるせえ。入ってないんだ。オッケー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 。あの時の顔も見てください。何何見てくださいって。いや、された時の。あったあった多分かなり。オッケー。行こう行こう行こう。サポートが寄ってきた。いや、あ、マジか。ここ、くん。オッケー。じゃあ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 。何あげろ。じゃあじゃあ。これ取れる。いやー危ねえ。リリー。味方の選手が寄ってきました。オッケー。もう耐えられない。オッケー。なんて言ったお前。いや、ドリブル耐えられなくなった。耐えてる全然。相手チームにボールが渡ります。長くドリブル。うるせえうるせえ。上がった上がった上がった。クレジャー。集中して。エンクンクに絶好。オッケーオッケーオッケー。これでナイスナイスナイス。いや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 。集中集中集中。いやいや。オッケー。一旦落ち着こう。上がらないとここは。こうカウンターできるだけ人数足りてない前に。オッケーオッケーオッケー。こっからこっから。やるぞ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 。いける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 。行くぞー、こー。客が席に戻る中、もういいそれは。いや、集中して。オッケーよ。チェルシーボールを。なんだ。ねえ。仕掛けてきそうです。オッケー。え、ないよ。オッケー。いや、最悪の取られ方。いやー、ぶねー。あぶねー。あないでしょ。オフじゃない。ない、ギリギリないよ、たぶん。これはチャンスか。ちょっと長い。うっちゃい。いやー、やばい。何をしてんだよ。オッケー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 。いやー、まずそれは。クラブから正式な発表がありました。いや、彼は才能を秘めた本物のタレントですね。コーチの指示に従って熱心に練習すれば。おー、よし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 。オッケー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 。やー、オッケー。うーん、
無理だな、危ない。ラヒーム・スターリング、おい、こっちのセリフだよ。そんなの、いやいやいや、絡まってきたお前だろ。いや全然倒せない。いやいやいや、ゲストで、ええー、なんでやねん。いや危ねえ。オッケー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 、ナイスよラムゼル。いいマント。トーマス・パーティー、危ないよ。危ないんだよ、戻すこと。ドリブルで相手を揺さぶります。トーマス、来い。いやー、決定機を作りましたが先制ゴールとはなりませんでした。いやー、マジかー。危ない危ない。惜しいなー。さあここでペペ復活してきました。入れます。さらにマルティネリも入れます。ザニオルとプリシッチ入れます。あとジャコも入れます。さあこっからだ。そろそろもう行きます。これマジ集中だぞ。試合終了まであと20分あります。いいよ。ボールを前へと運びます。相手を、いやー弱いか、パス。いやー最悪。ザニオロー、やったー。もったいないミスしたー。またやってくれました、ザニオロが。いやー、そこショートパスじゃなくてよかったな、こんな取られんだったら。うわー、ミスした、もったいない、くそー。行こう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 。まあ、こっから終わってないよ。はい、いやー、やべ、疲れてんな。あーもう最悪、マジか。オッケーオッケー、もうちょっと持っていけるのにね。これ怖いんだよね。いやー、もうちょっと持ってってよかったか。いやー、チェルシーサイドにスペースが空いています。中にいいクロスが入ります。ザー、危ねえ。ザーって誰だよ。これはナイスブロック。味方に出すでしょうか。いいよ。プリシッチ。いやー、それミスった。プリシッチ。あ、プリシッチ。待って。いや。もうやめます。失礼します。おい、試合中だぞ今だ。なんでここで逃げるやつがいんの。なんだよ俺。いやもう俺たちがこいつとやってるとゲーム。オッケー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 。時間ない時間ない、全然。何してるって。だろ。ああ。ジェイス・デブス。オッケー。はい。ああ。いやー、やっぱこいつ。さようなら、本当ごめんなさい。この動画いいと思ったら高評価お願いします。